どうも皆さん、おはこんばんにちは、トジャです。アリジャです。おついちです。あ、それ拾ったんだ、ワープグレネードですね。そうそうそう、ボーダーランズ3、イエイ、ね、よいしょ、オッケー、行こうぜ、レッツゴー、ティティーレッセあ、また乗り物。あ、誰かいる。マネーマネー、違う、あとなんか新しい乗り物あるやんじゃ。うわあ、敵もいるわ。ルートティック、ルートティック、ルートティック、てててて、ルート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 どこ、ルートどこ。ちょ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 、どこ行った。ルートティック、ルートティック、ルートティック、あれを持ってきて。吹っ飛んでる、吹っ飛んでる、こいつどこどこどこ、消える、あー、いってまっ、だって倒せる、倒せる、倒せる、オッケー、うわー、お金、お金、お金、走ろう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 、走らねえのかよ。てめえに渡す走るのぜ、おめえるはねえぜ、うわ、バカかい。敵を倒せ。なんか緑落ちたな。オッケー、それさえ分かればいい。ちょっと痛い、俺の生き様を、俺の生き様。そっと兄ちゃん乗った。でもそれ強そう。ヘビーだって。いいじゃん、外装が違うぜ、外装が素晴らしい。が、700も HP あるもん。なんでもないよ、なんでもないよ。69か。しましましょ。これなんか仕様っていうのありますけど。ん？ああ。落っこちる、落っこちる、落っこちる、落っこちる。押していいですか、これ。どこどこどこに。これ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 。これ。ここ。押せよ。いいや。ここってどこだよ。はい、押して、ウィーンって行って。何が？何が？あ、表が開いた。あ、はいはいはい。で、その車両で出られるってことだ。なるほど。なるほど、ね。はい、じゃあそれ乗ってくれ。エビアウトランダー。その後ろなら。イエーイ。俺がサヤキ。この前行けるでしょ。無理。これに乗ってここで保存しろってことだな、これ。いや、まあ、保存すればいけんじゃない。そうすればみんな乗れるようになる。敵。それ、アウトランナーの素敵なアーマーじゃない。エマだよ。有効活用する。アーマー？これか、ヘビーアーマーってやつだ。先にザクの処理かな。なんか新しいパーツゲットしたか。プラットフォームがブロックされているな。ほら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 、近づいて。あー、ナイスメルソン。いやー、レベルアップ。よっしゃ、装備変える。レベルアップ、装備変える。ハイパリオン、ジェイコブ。そんなにいいの持ってない。うん、いったいったいった。あー、最低だよね。まあ、いつも流れ最低だよね。とんでもないやな。すげえ、収まった。助けに行け。いやいや、もう再生した。あ、再生した。人生再生システム、ようこそハイパリオン。はい、強っ。この世界はね、ハイパリオンで、あの、人生何度でもやり直せるシステムがあるから。そうなんですからね。知ってます。知ってますじゃねえよ。え、次が、次がそっち側です。奥奥奥、左前に行こう。ゴーゴー、まっすぐまっすぐ、道なりゴーゴー。ゴーゴーゴー。ヘビーの力。ヘビーね、アーマーすごいよ。800ぐらいあるもん。嘘。何が来ても大丈夫。おー、撃ちまくってんじゃねえぞ、後ろから。敵が来てる、敵が来てる、敵が来てる、後ろから。後ろから敵が来てる？撃て、撃て、撃て。どっちやねん。まあ、レベル6は辛いですね。なんだ。あー、もうこっから車両行けない、パティーン。許さねえぞ、そんなの。あいつなんか持ってないの。はーい、出て出て。うわ、すごいぞ。うぅぅぅぅ。あ、タニスじゃん。タニシ、タニス、どうも。おなじみのメンバーが待っていたぞ、ボーイ。さあ、暴れてこい。お、なんか言ってますよ。ん？さあ、暴れてこい。ああ、ちょ、気持ちだけね、高ぶっちゃって。
無理だよ、降りろ。待つな、待ってだよ。マウスピースいいなキャラ、かっこいいやん。おすげえ、ライブスクリーム行く、劇中エリジウムランク限定チャット。いや、だからおめえ、何の放送なんだよ、お前それ。すごいね。タイリーン・カリプソ。タイリーン・カリプソ。タイリーン！かわいいじゃん。ブロードキャストセンター。オッケー。今日は新しい仲間が加わったよ。手土産は何だと思う？なんと聖なるボルトのチーズ。それが欲しい。それが欲しい。でもその前にちょっとだけ聞いて。みんなバンディと生まれじゃない私を受け入れてくれてありがとね。すごいカリスマ性高い。私の本職でも強格スペランカーでもなかったけど。バターすぎます。今の私たちはファミリー。ファミリーは永遠だよ。ファミリー。ホーム。フューチャー。フューチャー。エイプノッキョーエイプ、そうそう、切っちゃうんだから。これねー、パートは私とトロにチャンスを送ってくれたギャップレーザー55、ありがとう。死体から話し終えたらしてる写真を送るね。ドクロマークのついた箱はそこら中にあるね。そうですね、バトってる音がするけど大丈夫これ？全然大丈夫ですよ。あれ、これなんかクラップが、はい、張り付いてるけど、これそういうもんなの？これクラップが張り付いてる。パーツをサルベージだ。パーツサルベージ。お、シンダートラップの。バタースマジックですわ。スピーカーにされてた。ほらよ。あー、これなんだこのクレデンスが。あー、いって。素晴らしい。わあ、めっちゃ強いわ。はい、火力出せ火力。メロさんがやられちまう。はい。てぇ、こいつバカーナウ光の柱に注意しとけって。ほらよ、悪いやつだな、あいつダウンしねえかな。うまいことあいつを巻き込むように攻撃すれば。ん、後ろから引いてくるやつもいるから大丈夫。ショットガンティンク、オッケー、奥から来てんぞ。えい、ほらよ、うお、吹っ飛んだ。お客さん、終点だよ。痛い痛い痛い、どこだ。おい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 、奥の方がスナイパータレットみたいなのを撃ってる。セントリーって書いてある。吹っ飛べセントリー。待たす。オッケー、金を集めて。あー、バットは使った。ほらよ、強いよ、いい感じに強いよ、敵が。わあ、爆弾がいって、バットアス強っ。強いですよ、めちゃ強いだな。フラーグ、グレネイド撃て撃て、シールドがあるうちに近づいて。メロさんがダウンした。メロダウン、起こす、メロさん死ぬぞ。よし、ふぅ、後ろにバットアーツ、後ろお願いします。あー、潜った。潜るとかある。なんなんだろうね、あれ。オーラーよー。おー、いい。はい、オッケー、サンキュー。はい、ね、おー、ちょい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 、やばい、バットアーツ、ティックセントリー、ティックセントリー、シールド、あらよー。よし、オッケー、待ってね、装備変える。パーソナルシールド、バナティック、バナティック、痛い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 。あー、ブブイ、お、やれやれ、ナイス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 。ありがとう、ファイティー。リローレー、まだまだ奥にいる。バレてー、ヘッショーあんだけしたのに。メロメロがさっきからやられまくる。ちょっと待って、何これ、熱っ。
やばい。オーケー。でけえ。あとはあれか。まだいる。なんか言ってて。おとじゃくん、単発銃とか好き？わかるよ。そう、みんなこうお互いに交換条件を。わかる？わかる。これ強いよ、これ。なこれさっきお前拾ってたやつだろうが。これ強いよ、超強いそれ。知っとるぞお前それ。めっちゃ強い。でも俺指が取れちゃうからそれあげる。じゃその代わりに、じゃこれ俺さっき気に入ってるけど、そんなにあれが使いやすい。はい。落とすか。なんかアイテム取ってたかな。149のショットガン。あとじゃあ誰かこの紫ありますから。紫、そんなもの1個持ってるぞ俺。どうぞ。何、じゃあ見て。何、ショットガン。ショットガンか、いいね。何これ、スナイパーライフルじゃないですか。じゃない、セミオートライフル。あごめん、こっち俺が持ってたやつ。ああ何なんだんだこのディスクは。すごいなこれ。どういうリロードシステムなんだろうな。あーそのガチャって後ろでしょ。かっこいいでしょ。シューッつって言って入ってくる。そう、その謎の弾が。いやード派手で楽しいですな。いいですね。あー拾えてねー。どうした。トイレ開いてたら銃が2つぐらい出てきたよ。トイレ、トイレもこれちょっと油断ならないね。ショットガンとアサルトライフル。アサルトライフル出てきちゃった。俺も出てきたよ。うわ、なんかいる。てか、これあれか。そこら中に結晶化しちゃってるんだ、これ。そう、ね、結構結晶化してしまった人たちが。あの物質ね。ここみたいです。多分出てきまーす。はーい。大丈夫か。今からサースマッシャーを迎えに行くよ。その様子は後でアップするし、新作の八つ咲き動画も公開するね。あ、すげえ。ここまで。いいねとフォローと服従を忘れないで。いいねとフォローと服従を。ゴッドクイーン、タイリンによるパーフェクトなライブスクリームで。レジだ。では、ホーリーブロードキャスターセンターを再び開放する。お前たちの罪を聞き、見過ぎ者の皮を。ここでストリーミングって書いてあるな。ねえ。ってことはこん中なのか。おお早いね。何も言わずに。え？69か。いいシールドない？ないね。195。いいね。いい、これはいいシールドだ。よいしょ。オッケー、開いたぞ。あれか、行こうぜ。オッケー。おおおおおおお、どういってだよね。マジかよ。あ、いいアイテムもらったようだ今のうちにこれ、部屋ごとにトラップでもあんの？かもしれないよ。なんか撃ってきてんじゃん。めっちゃ強いじゃん、これ。強いよ、それ。あげるあげる。いいものはどんどん使え。ヘッドショットするとサクッと敵が溶けてくよ。あー、属性付きいいね。わかる。ほらよ。この銃、なんかリロードするとバレルに水かける。そうよ。ゴー。あ、オーバーヒート式なんだこれ。なるほど、面白。撃ち続けられるけど、撃ちすぎるとオーバーヒートしてくんだね。修理しなきゃ。みんなもう武器見逃しちゃって。うちのメロさんが。やばい、武器より金よ。武器より金金。また発動すんのこれ。しばらくしたらちっちゃくなったぞあいつ。
遠距離の敵は任せて、スナイパーで撃つ。危ないものは壊しとく。なんか出てきた。リロード。よく動くね。吹っ飛びな。おお、いい。ナイス。リロード。痛い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 。グレネード、吹っ飛びな。燃えちゃいなさい。さよならさ。あ、何これ、3がかかってる。相手も見逃すな。米中制度。うわ、メルさん目の前でぐっちゃぐちゃ。よし、どこでも襲いに行くね、あいつ。いやいい子ですよ。秋田の狂犬舐めちゃいけない。うん、やるに狂犬だから。これさっきから落ちちゃってるのはなんだ、持っていかなきゃいけないやつだね。痛い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 。そうはいかねえぜ。これは何？痛い痛い痛い。シールドチャージャー取られた。攻めようと。増やしときます。多分打つと出るとかそういう系じゃない？ぐるっと回ってきたね。上の方に。この先みたいだぜ。ごめんね。行け。方式を守れ。ここに何かありますけど。テスト？うわっ、だあぶねえ。ちっ。お？いいぞ、よくやった。イエス、カモン。まあ、ここ降りたらボス戦ですね。なるほど。ちょっと待とうよ。いい装備を手に入れたかもしんないからさ。ほんと？もうちょいでレベルが上がる。なんかさ、白い柱のせっかくアンコモンのモッドがいっぱい起こってんのにみんな拾わないのかい？白いの？モッド？弾だと思って拾ってないだろうけど、モッドは結構ボコボコ落としてるよ。全然モッドなんて持ってないよ。どこ？ん？いや、俺が全部拾って撃ってる。モッド？え、こういうやつ。モッドですか？ちゃんと拾って撃ってくださいね。はい、行きますか。行こう。はい。スニーファーキャルだ。かっこよ。おー、すげえ盾持ってる。おー、すげえいい盾じゃん。あれ欲しいわ。いい、超いい。ソニックボーン、ソニック来たー。え、どこだ。あ、いたいたいた。シールドほい。いやー、いいね。最高だぜ、曲がね。おー、めちゃくちゃファンキーな感じじゃん。マニオザクいるから気をつけてね。グレネード、グレネード、やべえ、痛え。そういうことか。うわー、ダメージ通らねえ。おい、おい、イミューン。はい、ラクション。もうなんだこれ。射程範囲から離れないと食らうぞ。あー、四方にやってんのね。一体いつの前は嫌。食らわないように隠れながら行かないと。攻撃はいつ通るんだこれ。ほい乗ってないときじゃん。いったー、わー、いった。やっべー、やられちまう。あ、通って通ってる。もうちょい。おとめよろしく。あー、飛んでった。ボルトの地図を見つけたぞ。はい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 、ありがとう。はい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 、どうもどうも。はい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 。おお、なんかたくさん出てるぞ。なんか、おお、なんだこれ、すげえ。なあ、でかっ。え、なにこれ。右なんか兄ちゃんみたいのいるけど、俺かもしれない。いい子だボーイ。
何、おーすごっ、え使用せ、あー あいつがやってたんだ。私サイスマッシャークラをファミリーに入れてあげようとしたの。ちょっと肝心なとこ何も見えてない俺。マジか、ちゃんと見ないと。そしたらね、トロイがいいこと言うわけ。神は交渉しない。交渉しない、いい、めっちゃいい。とにかくこの地図地方使えないから持ってっていいよ。今度寄った時に返して。あんたは私の一番忠実なフォロワーだよ、ボルト嵐。まだ気づいてないだろうけど。ボルト嵐どこ、地図どこ、僕なんかあれですよ、石化しちゃってる人たちはあいつがやってた、あの女の子ね。なるほどね。もう二度と失うわけにもいかない。石化させるのには何か理由があるんですか、これ。わかんない、吸い取ってたけどね。ちびたら吸い取ったらあいつ石化してた。あー、なんだっけ、あの紫色の属性は忘れちゃったな。さあ、お次が取れるようになってきましたけど。でもあれですよ、ボルトの力ですよ、あれは。力ですか。うん、だから何かしらあんじゃない。あ、ありがとうございます。え、分かっております。まあ分かっております。はい、分かります。決闘を申し込んでいいかい。何もないよ。そう、真ん中にアイテムを落とした。何もないですよ。ねえ、真ん中にアイテムを、そこの今取ったやつを並べていただいて、決闘を申し込む。俺は一丁しか持ってないよ。その一丁を出せ。何しようかな。みんな朗報だ。スキルをアップしたことで、はい、俺のバレアに触れると移動速度がアップするぜ。すごい、何これ、あれ、これスナイパーが 130? あ、あげる。チェーンを受け取り次第、フォロワーがお前たちを歓迎の儀式。あれ、マウスピースさっき倒せなかった。我々が到着した。録画、録画、録音。あーあー、録画拾ったってこと。そう、テープ拾った。呼んでるぞ。焦ったぜ。復活みたいな。うん、そうね、このスナイパーは微妙だわ。すげえとこだな、ここ。いけねえかな。ブーンつって。そう、専用と出ませんな。さよなら。うん、お金タマリング、素晴らしい。お金持ってほしいよ。なんだこれ、なんだこれ、何それ、謎の頭だって。頭をなくした友達はいるか、ボン。なんか見つけたぞ。あ、そんな、俺の補佐だったビクだ。最高の仲間だったのに。頭を回収してくれ。頭を回収してくれ。VR で尋問されたんだ。VR で尋問やべえな。企業スパイを捕まえた時とか、誰かのVR で冷蔵庫から盗まれて作り直す時間がなかった時とか、ビクはバーチャル拷問部屋に捕まってる。中に入ってバーチャル拷問。どういうことなの。中って頭の中ってことか。ホーリーブロードキャストセンターの近くに VR コンソールがあるはずだ。頭に接続すればエコー端末が君をデジタル生成してくれる。どういうこと。だけど実は VR 酔いがすごいんだ。君らと一緒やないか。分解されるなんて冗談じゃない。なんかある、ないこれ。俺は主張主義なんだ。正直チルドレンオブボルトが VR 技術を使ってるのには驚いたけど、黄金のふくらはぎ。チルドレンオブボルトって書いてあるよ。連中もいるくらいだ。ただ不思議なことに、今でも大勢が7年前に作られた世界を訪れてるらしい。なんで？ちょっとボーン、このチルドレンオブボルトの小さい像について知らない？うちのミッションだなこれ。うん、うん、あれさっきの会話って終わってたのかな。十字キーで選択できたはずだ。そう、俺の像、謎の頭、頭を接続するって書いてあるな。美しいふくらはぎまで完全再現するんだ。まずは俺の指名手配書を全部探してくれ。先に言ったのか、俺は超指名手配されてる。それが終わったら写真を 3D スキャナーで取り込む。そうしたら俺の像を作る準備は完了だ。なにこれ。なんかすごいの出てるじゃん。すごい銃じゃん。すげえじゃん。俺の音を聞く。あー、あれか、ボス武器か。音じゃだけにかな。音じゃだけに。でも全然音をなんかすごいボボ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 って言ってるだけなんだよな。
効果は？なんか特殊な効果ないの？この武器ね。彼の言葉は永遠の死を運ぶキャロライン・ワールぐらいっすね。やつの武器ですね、完全に。やつの武器ですよね。思い出深い。武器ってやつですね。すごい音がしてるぜ。よし。あー、ティンクティンク、ルートティンク、ルートティンク。ティンクティンク、ティンクティンク、ティンク。どうも。マーキングして、マーキング。あー。もうちょい、もうちょい。うい。入った。イエーイ。焦って何も取れてない。うん、なんかさ、なんかいっぱいありすぎてなんかうまいこと取れなかったから俺3本取った。なんか青いのゲットした。装備、装備。わわわわって言いながら何も取れてなかったもん。そう。アトラス、アサルトライフル。アトラス、アサルトライフルね。結局属性武器欲しいよね。まあね。オブっていうのがチルドエンオブってやつらの武器なのか。あ、いいシールド。なんじゃこりゃ。スマートバレットって書いてあるけど。軽い音。トラッカーだっす。外フルオートと。あ、そういうこと？ん？トラッキングして全部そこに打ち込む敵が出る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 。ボスとかに有効。ああ、なるほど。すげえ軽い。なんだこの9ミリ撃ってるような感じ。おお、すげえすげえすげえ。弾が誘導するぜ。いいね。ああ、ていうかトラッキングされるとあれだ、俺らの視点にも赤く表示されるの。ね、トラッグされてるね、ちゃんとマッピングされてるわ。スポッティングされてる。むしろむしろめっちゃ撃ってる音が聞こえるね。アジアの車がちゃんと止まってる。マイベイビーちゃんと止まってた。よいしょ。あ、ここの？ああ、ここに。謎の。オッケー。よし、デジタル拷問部屋に行って助けてやる。デジタル拷問部屋。行くぞー。イエーイ。え、何？彼女を見つけて救出してくれ。これで戻るか。そして戻るのか。そうすればこっちで肉体が最高の、これなんか最高の仲間を元に戻してやりたいんだ。エコログ。奴らが彼女をアップロードした時、最近の記憶が断片化されたみたいなんだ。それを見つけてくれ。ファミコンみたいにフーフーすんなお前。これカセット入れんのに。記憶断片一。はい。調子はどう？私。めっちゃいるぞあいつら。アホなボスボーンがやっとまともな判断をしたよ。私をサンスマスターの戦闘主任補佐にしたんだ。いやよっ入ってすごいりゃすごいね、これだんだん、だんだんログ拾っちゃうからね。いやだんだん、だんだん拾ってててほい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 。割と悪いことやってるじゃん。商売しようとしたらやられちゃったんだね。スススほいドーンうわで帰る。痛い痛っ痛い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 。ああやっちまったな。嘘じゃん帰れねえぞ。ああスーパーリセット。ハイペリオン社はどんな場合でも復活させます。ムービー中の場合は別ですって。ムービー中復活してくれねえらしい。武器のさ修理をするんだけどさ、オーバーヒートで、うん、横から水鉄砲が出てきて、そう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 
これ面白いよね。よくあるよくあるやつ。アニジャノはなんか瓶でほら水かけてるのあったけど。あったあった。また似たような感じするのがあるわけだね。VR の世界ちょっとあれだね。画面荒いねこれね。VR の世界なかなかね。VR だから。VR 酔い大丈夫君たち、うん。ちょっと今気持ち悪くなってきてるかもしれない。完全にこれでも VR 酔いすんのかい。何してんだ。トラッカーダーツいいな。で結局もう一周しろってことね。そういうことです。ああいわゆるマップの。お。お。本日のアイテムは。出るものは変わってない。なんでバーチャルで買ったもんはこれ持って帰れんのか俺。まあほら VR のヘッドセットを被ってるだけで。もう一回もしかしたらぐるっと回ってるだけで。別にそういうわけじゃないんです。お、ここにもあったぜ。言った？やってらんないよ私。ボーンに例のエイリアのあれを見せたらすっごい慌ててさ、隠せって言うわけよ。はあ？チルドレンをブバルトに売ればクラン全員が何ヶ月もバーキッドキャビアを食べられるってのに。売らないなんて言ったら私がみんなから恨まれるってのロボットどうフーフーしてんだよ。最悪なアホボス。クランのことを何にも考えてない。だから口からファンでファンでブーンっつって。いやめっちゃすごい量っすね。おい、なんだなんだ、奥の方からなんかビームみたいなのが出てるぞ。すごい量です。俺も聞くのが楽しみだよ。ビクとは息ぴったりでいつも支え合ってたんだ。俺の大親友をシミュレーションから解き放ってくれ。絶対そんな感じじゃないよね。食べー。どこ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 だ。やつは未だに私の中で生きている。どこ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 。うちの子は死なせない。強い。痛い痛い。ほあばいばいばい。痛い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 っつってんだよ。オッケー。メロスさーん。いやいやいや、VR の世界なかなか辛いな、目的に。イエス。イエス。イエス。なんか出た今。イエス、レジェンドリー。お？レジェンドリー、This is レジェンドリーワポン。お、出るんだ。出た、今バッタースからティーンって。これもしかして。オーイエー。泣く。ここに部屋があったのか。あー、早くこの世界から解き放ってくれ。俺もうすでに拷問だこれ。VR 拷問や。あと1個じゃないの。あー、ビーコン見つける。ビーコンいるって。あ、いた。よ、ベーコン、ベーコン拾って。この心の牢獄から解放しよう。無理だよ、出られやしない。またあいつに腕をもがれちゃうよ。死ぬほど痛いのに。俺に腕をもがれたいかこの野郎。また入ってくるんだ。わけわかんないよ。また入ってくるのやばい。 VR だからね。確かに。ん、尋問官。あ、やべ、ボス。あべ、なんか出てきてる。いる、尋問官、こいつです。出た、武器投げる系のリロードだこれ。はい、ぽい。なんだ、飛んでるけど。あー、ちょっと。なに、ちょっとって。いや、ちょっと、あんまり使えないな、それ。やめろ、お前。多分ね、あれだ、弾になるのかな、アイテムというか。そうね。撃て、撃て。すごい。うるせえから、なんか、すげえ。で、ケット、テイ、テイ。レベルアップ。君は実在と非実在を同時に体験している。ああ、こっち深く考える。変なことばっかり。もう何が何だか分かんないよ。ここから出して。シミュレーションからあと出るだけだって。オッケー。どうやって？ハイポット立てられんのか。すごっ。さあ、ラインナップが変わってるかしら。あんたには敵がいて、足には弾がある。合ってる。ラットラス130。ああ、今勝ってもしょうがない。レベルはすぐ上がるから。ジャイノーマスショット。
この世界から早く出たい。あー、やったー。そこ降りてぐるっと回ってけばって感じかな。頼む。やめて。あとなんかすごいディスプレイがドット抜けしてるように見えて心臓に悪い、これやだー。目がディスプレイがドット抜けしてる。これ皆さんのお使いのスマホとディスプレイは正常です。お金。あ、ほんとだ、ドット抜けしてるように見える。めっちゃドット抜けしてるように見える。怖いこれ。多分そういう演出なんだね。うん、そうですね。しょぼい VR ということなんでしょうね。これうまいですね。うん、こんなうまく作んなくてよかったよ。そういう問題じゃねえ。よくできてます。 OK、 やめるよ。ねえ、あ、戻った。ただいま。あ、え、なんで来てんの。あ、いや、帰ってきたんだよ。うん、ひどい悪夢だった。助けてくれてありがとう。その頭は一体結局何だったの。なんだな。もう多分定期上はね。ボーンが私と話してる。ボーン、その私は大バカだったよ。チルドレンオブボルトはイカれてる。仲間になろうとした私たちを殺して拷問したんだ。殺してから拷問だよ。書いてもらわなきゃならない。さあ、ごめんなさいね。腕立て伏せ100回だ。なんでやねん。俺たちの新しいクランに。ゴー、クリムゾンレイダース。クリムゾンレイダース？悪くないね。まあ、腕立て伏せよりはマシかな。うん、そうだ。あんたは命の恩人だね。これ、あの終わりのないデジタル牢獄でかっぱらっといたぜ。どれどれ？あんたにあげる。10、3、手に使って。2、イエーイ。当たってないやつ。179。おお、超強いじゃん。超強い。これ気に入った人と一緒にいられる。あ、殺し部属性だ。やった。これはいい。私があんた。切り替えられんだ、属性を。頭がおかしくなったみたいな。はい。まあ、あんたは頭ないけど。あんたに食事って必要なの？3発飛んでてる。私が生きてられるのはケースを満たしてるこの何かのおかげだと思うんだよね。だってなんか静かな銃だなこれ。でも舌はあるね。お肉の汁をちょっと垂らしてくんない？なるほど。ダブルなんか理想の暮らしっぽくない？ダブルドットサイトなのね。ダブルドットサイト。ね、て延々ひどい目に遭わされたのも、リアルスコープか。リアルスコープ安い代償だったかもしれないよね。しかも変えるとね。ハイタッチ。それ笑えないから。そうだね。これ瓶の中のやつが喋ってんの？そうね。そういうことだと思う。いやー、ポイントどうしようかな。どうしようかな。よいしょ。わ、5ポイントも溜まってた。溜まってるね。まあまあまあ、ということで今回ここまでなんですけども、はい、いやー、まあまたリリースのところに戻ってですかね、次回は。そうですね。そうだね。お話ししたいと思います。お楽しみに。ほんじゃまたな。またな。またね。